いやこれマジか、もうやだデモンデモン強すぎだろこれ。だ結構アニケンさん絡みの話とかあの辺の話はあってもよかったんかなって気するけどね、永瀬勢との話です。お、回線が良くなった。どういうからくりかは分からんが、ダラさんの回線が良くなった。返しすぎだ。だ格ゲーマーのやっぱその昔話ってかなりその面白いやん、実際抜きさんとかもよくするしみんなすんねんけど、まあでもなんかそのネットでまあのさ、そういうちょっと面白い話で終わっちゃうところを梅原さんは一人だけちゃんと漫画にしたから、ものとして残したから、価値あるものとしてあれはそんな素晴らしいと思うね。でね、めくっとる。いい斜めでもんだな。逃げ石試さす前に、いやーきついか。 OK、 はい、 OK、 もうデモンの反撃しっかりしていこう。よくあんなね短い漫画であんなに詰め込んうまく詰め込んだなって思うよね。あ、テンポがめちゃくちゃ良かったよね漫画の。痛い。うまっ、いいプレジャー、当たるプレジャーだっすね。いい、きつい。うわぁ、ケタクソレ。かは、うめぇ。うわぁ、くっそ。いいまとわりつけだな。小郷さんと倉橋さんのなんていうかな、あったやん喧嘩みたいな、あの動画結構スト格ゲー歴史の中でも相当面白いよね。その獣道に発展する前の3人で話すやつ、梅原さんと、あれマジで面白い。なんか開口一番、うん、なんか倉橋さんが久しぶりだねみたいなこと言うねんけど、いや久しぶりじゃねえだろとか言って大阪行って僕開幕がちょっと面白すぎてああそうかみたいな感じで、そこからも開幕からもバチバチで、あ、ミスった。うまいな。
今の斜め ES でも超うまいな。結構ダイヤシのリーチがこのゲームかなり重要で、サスカッチはマジでリーチ長いから。でデミトリとかも長いねんけど、なぜかデミトリのダイヤシは冗談なんですよ。こいつのダイヤシが下段やったら全然ちゃうねんけどな、強さ。うわあ見えへんて。うわあ最悪今の。ネタやな今の。いいネタやな。前置きに対してジャンプ中継かぶせで表裏か、表裏というか分からんようにしたわけか。弱いな。いやーこれくっそ。ダイパン当たった。まあ展開は早いっすね。相当早い。持続長い。強いな。でもあーいい前飛びだ。いやー今のきつかったな。今の相当きつかったな。
ち入れがある時もな。どっち側だよねあれ。緩急ね、緩急が大事。グッ。 OK、 これでかい。今取ったのでかいぞ。ちょ、それやめへん。うわー、くそ。おーし、これ死ぬのはでかいぞ。くっそ。くっそ、うまいなマジで。はい、おい、お前、あぶねえな、おい。でね、悪いだろさ。いやー、遠すぎだ。これむずいよね。いや、安いな。うわはは。きつ。きつ。私たたえろ。なんか印象的に残る、印象に残る音やったなあれは。なんでやねん。うわぁ、削ったか。さあ、てかマジで斜めでも俺反撃できへんな。いやー、これこうなんのか。
マジか、隠せない。いやー無理、落ちない。お前だ。デモンデモン強すぎだろこれ。